つぼいのつぼです。まあ、さっきから繰り返し言っておりますけれども、一年というのはいろんなことがあります。すがすがしいお正月気分から現実的ないろんなもんこう聞いたり見たりという、そんなものがこう迫ってくるのが今頃なのかなと思いますね。さっきのこのいじめの問題なんかも、これはまあ昨日今日の話じゃない、ちょっと前の話ではあっても、ニュースとして今こう伝わってくる。押し入れ場が満点さん、女の子がアレルギーで亡くなりました。学校の給食、はい、食べ物のアレルギーですよね。東京都調布市の小学校で昨年の12月20日、チーズなどにアレルギーのある5年生の、女子児童に担任の教諭が誤ってチーズを含んだ給食の料理を渡し、これを食べた後に死亡したそうです。食品アレルギーは即死というのはもはやこれ常識です。この教諭はアレルギーを把握していながらミスを犯したそうで、危機意識や緊張感が欠落しています。メニューの内容を詳細に表示したりチェックする体制くらいできていないんでしょうかね。動物基礎天ぷらさんからもいただいております。小学生は給食でのおかわりが楽しみなようで、うちの長男もうちの子の夕食でもおかわりをしておりました。人は誤りを犯すことが多々あるものですが、人の命に関わることもあるとの自覚が必要です。起きてしまったことは悔い改め繰り返さないことが重要だと思います。キングボンビーナミちゃんからもいただいておりますがね。まあ子供の友達も交えて食事に行ったり自宅で食べさせたりした時など、アレルギーを知らずにこう食べさせていたらと考えると、これ学校の先生だけではない、要は遊びに来て、そう本当にそうですよ、出すことがありますでしょ、お菓子やら、今だからもうお母さん同士でその名前そういうこと、出したりとかね、しない方がいいねってことになってきてます。そういうことですよね、時代はそういう風、先生もこういう過ちを犯すかもしれませんが、お友達を家に呼んで何かやるというお誕生日パーティーやら、手作りのおやつ作ったら食べてって、食べてて、まあ、手作りじゃなくてもこれちょっと昨日もらったケーキあるけども、食べてて、ケーキの中に含まれてる卵やら何やらっていうものがアレルギーの元となるという子どもなんかでも、こういうことがあるんだいうことは、本当にこれ世の中が進むと常識というものも知っておかなくてはならない、この時代に生きる素養という言い方にしてもいいと思いますが、それが必要ですよね。はい、もう給食を取り巻く環境というのが昔と随分と違ってて、こういうこともあるわけでしょ。でさっきの体罰云々という問題もそうだけれども、ちょっと学校の先生にかかる負担がちょっと大きすぎやしないかなと、だってそのまずお勉強を 見ないといけない、これまず最初にあるわけでしょ、それから部活動やってる先生はそういう部活動の指導もしなきゃいけない、これ給食のこういう食物関係のアレルギーやらないやらってそういうところもケアしていかないといけない、もちろん生徒たちの心のケアもしていかなきゃいけない、これ先生だけで全部、しかも一人の生徒ではなくって何人何十人っていう生徒を見なきゃいけない先生の負担たるちょっと大きすぎるんじゃないかなと思いますけどね。教育という教えなきゃいけないということのその裏の事務作業、試験を丸つけたり合計したりどうのこうのだ、ああいう事務的な作業なんかも全部ね、やんなくてはいけないということからすると大変であることはわかります。しかしこれさっきの話に戻りますが、先生のみならず、我々もちょっと他のお子さん、だいたいちょっと前のアレルギーよりちょっと前の時なんかも、いやこれ美味しいチョコレートもらったから、あうちの子チョコレート食べさせませんので、あと虫歯が心配のお母さんなんかは甘いものは一切うちはあげてませんので、というような、あこれ失礼いたしましたああいうような ね虫歯の問題からあるし、これ死に至るこういう問題もあるしと、だからさっきの話にまた戻りますが、時代が変わるとね、昔は体罰はもう当たり前だったというような時代の話からすると、給食は残さずに全部食べるまで帰さへんぞ、食べ物粗末にするな、はい、で、教室の隅でみんなが昼休みわーっと遊んでるけど、もっちゃくちゃもっちゃくちゃまだ何やらこの食べて、掃除でみんな周りでカーッと入ってほこりがうわーっとなってる中でもまだ食べてる子いましたよね、ですから何でも食べることが体に一番いいことです、バランスの良い食事、これは言葉で言えば正しいでしょうけども、何でも食べる中には何でも食べられない子も
いるということ、はい、昔のように全部もったいないから全部食べなさいってもったいなさというのが食料の状況が悪かった時はこれが前面に出てきた、うん、言ってみればあの運動の時でも水を飲むなよありましたね。こんなに苦しくても水を飲む、水を飲むってのはどういうことがわかるのか。血液が薄くなってしまうんだ。ほんまかいな。薄くなってしまったら各体の先に栄養がいかなくなって結局それは走れなくなってしまうんだぞ。だから苦しくても我慢して水を絶対飲むなよ、うん、これが僕らの常識だったんですよ、はい、何でも食べるということも常識だった、うん、体罰ということも常識だった、はい、でそれが時代でどんどんいろいろと変わってくる。常識が変わってくる。赤ちゃんはうつ伏せ寝がいいでしょういうのこれ今違う。違うでしょ、うん、これをね、うん、なんやろうね、うん、あ日々やっぱり勉強するよりしょうがないですね。そうです、ね、世の中今一番何が一番新しいのか。でもそれが本当正しいかどうかわかりませんよ。その時は正しいかも。うつ伏せ寝だって正しい時代あったんやから、はい、ねえ今仰向け寝とか横向け寝とかありますからね。いろいろありますけど、どれが正しいんだろう。逆さま寝な文字で寝つくかも。それ辛いから、はい、天井から赤ちゃんを縛り付けてそれ辛いから。あ、そう。それないない。それはない。と今の常識ではないんですけど、はい、頭にどんどん血がいって頭のいい子に育つ。なりません。急ぐって言わない。なりませんから。なりませんか。はい。はい、まあね、うん、だ難しいですね。やっぱ世知辛いなと思いますけど ね。ご飯食べてって、おやつ食べてってって言えない世の中。でもそれがね、もうしょうがないですもんね。どういう理論が、ね、このことについてどんな理論がある、うん、教育理論、それから食物に対するいろんな健康の理論や。はい、いろんなことはやっぱり僕らもね、注意して、こうね、アンテナを張っておくってことが大事だと思います。うん。